皆さんこんにちは。 B レジェンド管理用紙のぬのめです。今日はですね、北斗の拳の新しいフレーバーの、こちらラオウのですね、我が生涯に一片の悔いなし風味と、ジャギの、スーパーアミノフロージョンの俺の名を言ってみろ風味、こちらのレビューを、行っていきたいと思います。最初にこちらのプロテインの方ですね、ラオの我が生涯に一片の悔いなし風味から飲んでいきたいと思います。はい、色はちょっと黄色っぽい感じがします。エナジードリンクっぽいような、でもなんかさっぱりした匂いがします。はい、こちらはですね、普通のプロテインと同じように、お水、200のお水にこちらの大スプーン1杯、すり切り1杯ですね、入れていきます。はい、もう泡立ち少ないですね。色はクリーミーな色ですね。クリーミーな黄色です。いい匂いします。酸味系の匂いがやっぱりグレープフルーツっぽい匂いとエナジードリンクっぽい匂いしますね。いい匂いです。それではいただきます。うまい。はい、美味しかったです。酸味系が好きな方にはもうすごくご好評いただけるんじゃないかなと思います。やっぱりあのエナジーグレープフルーツ風味なので、エナジードリンクの味もしますし、グレープフルーツの酸味も、しっかりありますね。そうですね、酸味結構強いですね。 B レジェンド結構酸味系多いと思うんですけれども、そういった酸味系飲んでいただいて気に入っていただいている方にはご好評いただけるんじゃないかなと思います。はい、ではですね、続いてジャギですね、スーパーアミノフロージョンに行きたいと思います。粉はこんな感じです。匂いはあんまりマンゴーっぽい匂いしないですね。スーパーアミノフロージョンはですね、こちらのジャンボシェイカー使ってもらいます。で、お水なんですけれども、お好みによりますが、400から600ミリリットルの、お水で溶かしていただければと思います。今回私は400で、作ってます。今回はこちらの中スプーン、大盛り1杯になります。大盛りなのでこれぐらいですかね。はあ、すぐ溶けましたね。ちょっと色が分かりづらいので、こちらのシェーカーに移し替えます。はい、こんな色です。オレンジがかった赤い色ですかね。すごく美味しそうな色ですね。匂いいいですね。いただきます。やっぱマンゴーの味がしますね。マンゴーネクターの味って感じです。まあ、400でお水で割ったんで、今回ちょっと濃いめだとは思うんですけれども、あのすごく甘みもしっかりとあって、それでいて少し酸味もあってさっぱりとしていて、でもう味は本当にもうジュースのように抜群に美味しいです。ではスペックの方もう一度お話ししたいと思います。まず、プロテインの、ラオ、北斗の拳我が生涯に一片の悔いなし風味、味はエナジーグレープフルーツ風味になるんですけれども、こちらは、1食 30g あたり、エネルギーが、117.3kcal、 タンパク質が 20.3g、 脂質が 1.6g、 炭水化物が 5.6g、 食塩相当量が 0.2g、
ビタミン C が 56.4mg、ビタミン B6 が 1.7mg になります。そしてこちらジャギのスーパーミノフロージョン、俺の名を言ってみろ風味、さっぱりとしたマンゴーネクター風味なんですけれども、こちらがですね1食 14g あたりエネルギーが 52.8kcal、 タンパク質が 9.9g、 脂質が 0.2g、炭水化物が 2.8g、 食塩相当量が 0.6g、 ビタミン B6 が 0.7mg、 カリウムが 170mg、 ロイシン 3500mg、 イソロイシンとバリンが 1750mg それぞれ入っていて、さらにグルタミンが 2500mg、 シトルリンが 500mg、入っております。こちらね、北斗の拳、私が本当に一番大好きな漫画なんですけれども、こちらからですね、北斗4兄弟の中から今度はナオと、ジャギの方が、新たに発売になります。ぜひですね、こちらの商品飲んでいただければと思いますので、こちらの商品飲んでみたいと思っていただいた方は、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。